いただきます。はい。ということで始まりました山本由良のナイトルーティーンを今回は皆様に紹介していきたいと思います。なんでね、モーニングルーティーン出す前にナイトルーティーン取るんやって思った方いると思うんですけど、特に理由はございません。はい。今回はナイトルーティーンをまずはね、皆様に見ていただけたらなと思います。最初にあ夜ご飯を食べていますね。夜ご飯はは今日日この日 えー何でしたっけこれ五目ご飯なんだっけこれなんかあのー、炊飯器とにいろいろ具材入れて炊くやつなんですけどそれと、えー、肉巻きのやつとサラダとポトフと卵焼きですね今食べてる卵焼きまだ食べてない食べましたこれはローソンの卵焼きです作ったわけじゃないんですけどでもこの日はあのー、お母さんもたまたま なんかいろいろ作ってくれた日で。いやなんかそうしたらなんか普段何も作ってないみたいになるんですけど、いや普通にいつもね、おいしい料理を作ってくれてます。多分これ見てるのでね、はい、いつもありがとうございます。この日のポトフもめちゃめちゃおいしかったですね。はい、ウインナーを食べて、熱い。おいしい。あんまりね、食べてるとき、感情出ないですね、多分顔に。なんかまずそうに食べてるんですけど、めちゃめちゃおいしく感じてます。あ、これはちょっと持ったやつ。はい。 はいもう食べ終わって結構カットしてますけど、まあ、ご飯の部分は食べ終わったということでごちそうさまでしたはいごちそうさまでしたはいそして次は基本ご飯を食べたら夜の8時9時ぐらいから長い時は34時間配信をやってます1 7ライブというアプリで配信をやってるので下に ID が書いてあるのでよかったら見に来てくれたらお話できるのでぜひ来てくださいはい そして次はお風呂に入ります。お風呂タイムですね。あ、なんか、覗いちゃダメだよって言ってます。ふータンお風呂に入って歯磨きをすることが多いですね。歯磨きと、あとシャンプー。当たり前か。はい、急にすっぴん。ごめんなさいね。急に不細クになるんですけど、そこは許していただきたい。まずは髪の毛をタオルドライ。タオルドライしていきます。そしてその後手ぐしでちょっと整えて、 まあ手し意味ないかなって感じなんですけどブラシでその後溶かしていきますちょっと自分の顔のブサイクさにびっくりしてますねはいこんな感じでブラシで溶いたら次はドライヤーじゃなくて化粧水に移りますここで化粧水に移りますまずはキールズのハーバルトナー CL アルコールフリーという化粧水を使っていくんですけどこれめちゃめちゃ良くて なんかニキビ肌とかそういうのに肌のあれをよくしてくれる化粧水らしいんですけど中にマリーゴールドが入ってるんですよお花が入っててこれ見えるかなちょっといろいろなんか中に入ってるんですけどお花の花びらが入っててたまにそれ出てきてちょっと知ってるんですけどすごく匂いもねそんなきつくなくてあなんか肌に効いてるなーみたいな匂いがしますとってもおすすめですこれをコットンにとって なんかコットンに化粧水をつけてどんな感じでなんかパッティングというんですかそのしていけばいいのかっていうのがいまいち分かってなくてなんかいい方法あれば教えてほしいですね次はキールズのクリームちょっとなまったんですけどキールズのクリームをまた塗っていきますこちらもさっきと同じメーカーで揃えて買いました2つで8,0009,000円くらいでした すごいねよくてこれもめっちゃ保湿力があるんですよ自分もともとパックしかしてなくてそれをそのお店の方に伝えたらダメだよってちゃんと保湿を最後にしないと全部逃げてっちゃうから意味ないよって言われてちゃんとクリームも買って塗るようにしてます逆に最近はパックをしなくなりましたねはい次はドライヤーに移っていきますドライヤーはえー、どこのだろうこれちょっとメーカーわかんないんですけどよく見かけるやつ なんか結構いいやつらしいです。なんか髪の質を変えてくれるみたいなことを聞いたことがある。まずは前髪から乾かしていきます。基本前髪浮いちゃうので最初に絶対前髪から乾かしてその後に横の毛も乾かしていくんですけどちょっとねこの動画ではやってないんですけど基本的に前の毛顔の。 横ににある毛は後ろかから前にドライヤーをかけますそうすると内側にまとまるらしいあちょっとやってるじゃんほら,ほらほほららそうそうそう,そうこうこうやってたやってたこんな感じでやっていくと内側に毛がまとまるらしいのでおすすめですそうガーってねあんまって人にやってもダメなのでおお終わりましたサラ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 を見せたい結構ね髪サラサラだねって言われてそれ結構嬉しいんですよはい次はボディークリーム手と 足にやっていくんですけどここで足ぶつけてめちゃめちゃ痛かったですほんとにでもちょっとちゃんと真顔でね真剣にクリーム塗っていきます真剣にクリーム塗るって意味わかんないな真剣に足にまずクリームを塗ってその後に、に、ま、手はねちょっとあの服脱ぐことになるんで見せれないんですけどとりあえず足はこんな感じでいつもぐり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 筋肉をほぐすようにマッサージしていきますね なんか足のマッサージのやり方とかも自分研究していろいろやりたいなって思ってるのでまた動画にできたらなって思います足ではねやっぱ大事ですよこの時期この時期じゃねえか夏とかねやっぱ足出す気が増えると思うので、ね、水着とか着た時もやっぱスタイルよく言いたいじゃないですかなのでね足とかはやっぱマッサージとかしてちゃんとしていきたいですね はいそしてこちらのサムライウーマンのルームミストをかけていくんですけどこれを寝る前にかけると布団がめちゃめちゃいい匂いになってすごくハッピーな気持ちになりますめっちゃおすすめです EV の靴下まだ足が冷えるので靴下をつけて寝てます布団に、ね、入って眠くなるまでは基本 SNS をチェックしてます TwitterInstagramTikTokYouTube いつもみんなたくさんのコメント応援メッセージありがとうございますみんなからのねコメントが本当に自分の元気の源みたいな <laughs> 感じなので <laughs> これからもいっぱい送ってくれると嬉しいです寝る体勢に入りました寝る時はいつもファンの方からいただいたホットアイマスクをつけてます今日はラベンダーの香りあこっちみんなこっちみんな ラベンダーの香りのホットアイマスクをつけて、就寝したいと思います。はい。山本ナのナイトルーティーン。あ、電気、電気、電気。ナイトルーティーン、こんな感じです。以上、山本ナでした。空気清浄機が青い